どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。で、続きいきましょう。やっと終わった。授業ってこんなにおっとするい、なんでこんなに長く感じるんだろう。さて、お楽しみの飯の時間だ。といっても、今日は自分で作った弁当だけど。今日はどこで食べるかな。よし、わざとどこへ行って食べるの面倒だし、今日は教室で普通に食べるか。あ、そういえば、トーカに弁当を渡すの忘れてた。おい、トーカ。ほら、これ、トーカの弁当。この時間は一番大事なもんだろ。私の一番大事なものは指導だぞ。昼寝などではない。おお、そういうこと言っちゃう。今のはあれだ、ただの本音だぞ。至極当然のことを言ったまでで、全く対はないのだ。言い訳も何もない、そのまんまじゃないか。トーカ、それ以上喋るな。余計ややこしくなる。とにかく落ち着いて弁当食べような。いけない、うっかり落としてしまった。もう食べれない、残念。私のお昼がなくなった。大問題発生。折紙、大丈夫か。俺の弁当でよかったら分けてやるから一緒に食べるか。そうする。ありがとう、指導。飛び位置折り紙、貴様、今のはわざとではないのか。それは飛んだ言いがかり。不憫な人、心がねじ曲がっていると純粋な事故もねじ曲がって見える。不憫だと。主に交われば赤くなる。指導、これ以上八戸神灯火と関わると私たちまで不憫になる。一刻も早くここから離れるべき。いや、それは測ったな、飛び位置折り紙。ああ、もうどうしていつもこうなんだよ。トーカちゃん落ち着いてね。ほら、よかったらみんなで一緒に食べない。人魚がそう言うなら、飛び位置さんもそれでどうかな。構わない、指導が望むなら。ああ、絶対それがいいと思う。よかった。それじゃあ机を寄せてみんなで食べましょうね。リネ、助かった、ありがとうな。どういたしまして。あまりモテすぎるのも考えものね。あ、なんか言ったか。なんでもないよ。いやー、嬉しいような悲しいような。じゃあ折り紙、俺の弁当から好きなのつまんで食べてくれよ。あ、飛び位さん、お口に合うかわからないけど、よかったら私のお弁当からもどうぞ。気遣いは無用、指導から分けてもらうだけで問題ない。そうなの。いや、さすがに俺のだけだと足りないだろう。遠慮しないでリンネから分けてもらえよ。指導がそう言うなら。はい、どうぞ、飛び位置さん。待て。あ。仕方がないな、飛び位置折り紙。私の分も取り分けてやってもよいぞ。とか。毒など盛るか。私はただリンネのように優しく。私なんでもない。とにかくただの親切だ。つべこべ言わずに持っていくといい。折り紙、トーカもせっかく空いてるし分けてもらえよ。それで量的にちょうどよくなるんじゃないのか。指導がそう言うなら。おう、まくってくれるんだったらいいよ、それで。なんだ、何かいつもと違うぞ。もしかして、トーカか。いつもと違って上品に食べてるし、食べ始めてから折り紙ともやり合ってない。ひょっとして料理が失敗して口も開けないとか、ないか。トーカ、どうかしたのか。
その弁当何か失敗したりしてるか？いや、そんなことはないぞ。このきんぴらごぼうのピリ辛具合などはちょうどいい。そうか、ならいいんだ。ああ、嘘をついてるようには見えなかったな。あ、折り紙にも俺の弁当を分けてるんだから、折り紙の様子を見れば。指導の作った料理、匂いを記憶しておかないと。お、折り紙？大丈夫かよ。俺の弁当を口に合わなかったか？問題ない。そっか、ならいいんだけどさ。なんだかみんないつもと違うみたい。だよな、リンネもそう思うよな。指導、女の子は指導が思ってるより複雑なの。もっとちゃんと見てあげないと。そういうのすごく重要だよ。って、どういう意味だ？なんでもない。まったく指導はもう。やっと終わったか。原文なら意味がわかるから多少頭に入ってくるけど、古典はダメだ。あれはもう一つの外国なんじゃないだろうか。ああ、近くて遠い日本感じる。ああ、つれづれなるままに祇園乗車の替えの声。祇園乗車、まあ、どっちもいいや。替えの声。行く川の流れは絶えずして、春は獣よ、夏は夜。ああ、穴かしこってやってる場合じゃないか。トロ町にでも絡まれても厄介だし、ああ、今日はどうしようかな。お、またまた選択肢ですか？そしたら。どうしようかな。じゃ、まず高台かな？そしたらいつも通り。はい。あれ、レーネさん。ああ、シン。何をしているんだい？相変わらず俺の名前を覚えてくれるつもりはないんですね。俺の名前は指導だって何度言ったら。ああ、そうだったな。それについては謝るよ、シン。ああ、もういいです。直す気ゼロ。そしたらじゃあちょっと。五日家に行こうかな。お前、またなんかろくでもないことやってんじゃねえだろうな。そんな気がしてならんわ。あれ、神奈月さん、珍しいですね、地上で会うなんて。ああ、シロ君。実は、司令に緊急の連絡があったのですが。小鳥ならまだ帰ってないみたいですよ。フラクシナスで待ってた方が会えるんじゃないですか？まあ、確かにそうですね。どうしました？この家には司令の部屋があるんですよね。それはまあ当然といえば当然ですけど。ちょっと覗かせていただけませんか？何を言い出すんです。ダメに決まってるでしょ。そこをなんとか。司令の普段の生活を把握しておくことは副司令として当然の。ダメったらダメです。いいから帰れ。指導君、行けず。なんか俺の周りこんな人ばっかりだな。今のイケズ俺すごい好きだわ。よっしゃ。そしたらじゃあね、ライゼン高校行こうか。てかふと思ったんだけど、あれ、あの子がいないぞ。あ、吉野ちゃんがいね。吉野ルートもなくなったのかこれで。てかもともとあれ、もう最初からあれか、あれ、おかしいな。リンネのルートもねえのか。ああ、いや、じゃあ、そしたらちょっと、まあ、とりあえず今回10日ルート行くんで、学校前行きたいと思います。次回行きましょう。お楽しみに。俺さ、この間ドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 。